俳優の大谷亮平がこのほど大阪市内で行われた主演ミュージカルボディーガードの取材会に出席し、2月の幕開けに向けて意気込みを語った。ケビン・コスナーとホイットニー・ヒューストンさん、2012年没が主演したボディガード、1992年公開のミュージカル化日本キャスト版。2020年と22年に続き、人気シンガーのレイチェル・マロン役を新妻聖子とメイ・ジェがダブルキャストで務め、大谷はボディーガードのフランク・ハーマー役を続投する。